角パリ五輪第6日三角サッカー女子1次リーグ第3戦日本31ナイジェリア31日、なんとボジョワール競技場。写真スケ感がたまらんドレスアップ姿。サッカー女子代表なでしこジャパンが、ナイジェリアに3-1で勝利し、8強進出が決定した。前半アディショナルタイムで直接 FK を決めた DF 北川光がめっちゃ可愛いとネットが沸いた。五輪デビュー戦でインパクトを残した。42分に1点を返された前半終了間際。北川がゴール前での直接 FK を左足でゴール右上決めた。ネットはすごい軌道を変えていたね。あれはと取れないわ綺麗綺麗な弾道のフリーキック。かつての中村俊輔選手を思い出す冷めるようなフリーキック。何度でも見たい映像と興奮した。プレイだけではない。整った顔立ちの正統派美人顔に、ネットはめっちゃ色白美人やっぱり美人だ北川光選手、FK めっちゃかっこよかった、そしてめっちゃ美人さんで可愛いと二度見。自身のインスタグラムではたびたびオフショットなどを投稿しており、昨年6月の投稿ではオフィシャルファンサイト解説を伝えてモデルのような撮影ショットをアップ。今年6月には、WE リーグアウォーズに登場した際のドレス姿を披露した。スミズリサも美人。こっちの方が好きだわ。アンニョイ美人だな。いつもけだるげな表情してる。うん、たまらんな。集合さんハーハー。わざわざテイマルックを履くところあたり、狙ってるよな。どうマルキッズ。こういうナチュルに綺麗な目元見るとナメクジメイクって何なんだと思うよ。いつも困ってる顔してるよね。こっちの方が美人やな。こんなパマルツ履いて走り回ってたらビラビラ擦り切れるんちゃうの？の画像はフォトショップか何かで修正してんだろう。かわいい。バドミントンのシダには越えられない壁があるけどな。バカそれを言うな。世界がシダちゃんに気づいてしまうだろ。直接 FK 決められる美人とか密かなワイの推しが見つかってしまったか。あら、いいですねーの波が押し寄せてくるな。おまるパイ触らせて。ダッシュデイハーハー。あら、いいですねー。ドリブルがうまい矢印結婚。清水里沙のスケスケユニには負けるだろう。足釣り一戦か。スケパマルツ清水里沙覚えたく。スケスケティマルックには勝てない。こんななりしててハーフじゃないんだからおじさん参っちゃうよ。日向様が好き？男子はホンダみたいな無回転ナムミキッカーが台頭してしまってから、こういう FK 決められるキッカー減ったよな。山田が東京 V でそういうの決めてるよ。五輪で決めれればいいけど。壁の位置もおかしいし壁避けてるし、でも壁は関係ないくらい素晴らしい FK やな。これ系だらけやん。清水里沙は離脱してしまったからな。マスゴミ的にはニューヒロインをいろいろ作り出さないと。ちょっとあれみんな。エースが通る？バドミントンの人は正面は西岡澄子だが、よく映る斜めや横顔は整ってる。見つかってしまったか。なお本じゃないのか。またまたと思って画像見たら普通に可愛いじゃん。なでしこが可愛かったら、なでしこじゃないやん。わかるかな？わからねえだろうな。美人じゃなかったらどんなタイトルになってたの？今大会はバドミントンのシダが美人すぎる。なでしこにこんな美人さんがいるとは思わなかった。浦和の岡村雷花ちゃんとかまだ見つかってないのか。今日のドリブルがうまいすれ。お前らは顔とおまるパイにしか興味ないのか。美人だが、好みのタイプではなかった。